やっていきましょう。ポケットモンスターヒマナッツ、というわけで今日も梅田木の実を、収穫するとともに、よしよしよし、ちょっと努力値の調整をしようかな。もうその領域まで達したんだよ、ポケットモンスターヒマナッツが。努力値の調整という、信じられないだろう。頼む、ここのお姉さんがね、なんか効果抜群の時にそれを半減する木の実をくれるんだけど、おっかの実くれ、マジで。おっかの実っていう炎を半減する木の実1個持ってないんだよ。頼む、くれ。1日1個だけもらえるの。バコーの実は持ってます。これ飛行ね。明日以降はね、ちょっと木の実埋めるのやめようかな。多分あの本番迎えるまでにね、育たない、育つ時間が必要だから。木の実を埋めれば最終決戦までには間に合う。なんでこの逆算意味がわかんないよな。最終決戦までに、あの土曜日の8時までに間に合わなかったら意味をなさないから。お、よろぎの実できてる。オッケーオッケーオッケー。もうタイムリミットが迫ってんだよ。やちの実、わあ、やちの実よく育ってくれた。もう埋めらんないよ。やちの実育つの72時間かかんだって。だからもう今から埋めても間に合わない。やちの実は、やちの花、これは間に合う。木の実においてさ、ここまで時間をシビアに計算する人いないっしょ。普通の人時計いじるじゃん。俺いじんないから、ね、ガーデナーとしてそんなことできない。俺はドサキンタ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 。ちょっとさ、今日1個だけいい？俺確かね、下画面がでかくなんだよね。下画面荒いけどごめんね。賢さコンテストね、その楽しみ尽くしたい。このポケットモンスターダイヤモンド、下画面荒いけど勘弁してくれ。作られたもの、作られたものって書いてあった。作られたものね。ヒマナッツなんて俺が作ったものだから、もうそんなん。やべ、雲がどっか行った。完璧だよ。いや、これヒゲにしよう。くそ変なとこくっつけちゃった。どうだ、うちのヒマナッツ賢いだろ。おお、すごいじゃん、すごい、嬉しい。ダンス審査ね、任せろ。これは俺のリズム感で。前のポケモンの真似をしましょう。ミスった。下手だ。うんうんうん、オッケー、来た来た来た、乗ってきた乗ってきた、行くぜ。はい、完璧よ。はい、いやだね。あ、間違えた、ごめん。はい、見てろ、全員失敗させるわ。見てろ見てろ、これ絶対失敗すると思う。そうだな、まともにできないリズムでやってやるよ。ありえないリズムで叩いてやる。勝ったろ、今1位だ。このまま乗り切ろう。演技審査ね、1回目の演技、評価が一番低いとプラス3、基本の演技、まず基本の演技、いや、一番最初の演技でプラス2か。これでいこう。誰にアピールするか大事だよな。かぶっちゃうとよくないんでしょ。あ、今、あれだね、審査員3人ばらけてるね。こいつ、勇気が誰にやるかだな。よしよしよし、かぶんなかった。順調順調、これ同列ぐらいに行けば素晴らしい、最強じゃん。もうほら見ろこれ、負けるわけないだろう。完璧じゃない、マジで。もう優勝決まってるよ。はい、ビジュアル最強、キムタク。
はい、ダンス最強、演技も当然だけど最強。いや、これはこれは楽勝すぎるな。100レベだからね、なんて言ったって人生経験が違うよ。ありがとう、ありがとう、みんな。次のランクだ。お前にはノーマルランクは狭すぎる。頼む頼む頼む、よしよし、勝った、よくやった、しゃあ、どんなもんよ。しなやかなものってなんだよ。羽だろうな、羽だよ、羽はしなやかだから、インディアンみたいにしよう。とりあえずつけまくろうぜ。いや、これはしなやかじゃない。これはね、スプラッシュマウンテンよ。ジッパニトゥフザー、ジッパニデーだよ。笑っちったわ、普通に。え、すげえ評価だけんだけど。え、あれしなやかなの？え、来いよ来いよ。俺じゃあめちゃめちゃしなやかじゃない。見てくれよ、みんな。まあ、普通ぐらいか。かもなく不可もない。一番恥ずかしいやつじゃん、こんな。どっちかにしてくれよ。滑るんだったら滑らせてくれ。なかった、やばい、失敗させるぞ。いくぞ、ざまみろ。絶対できない、こんなん俺でも無理。ざまみろ。地獄のリズム味わわせてやるよ。そうだよな、誰言ってばいい。ビッグだな、ビッグのハートは俺のもの。ビッグやめろよ、マジで。くんねえ、かぶんなそうなところ狙った。いや、これね、みんなビッグ下げると思うんだよ。ビッグを下げると思う。ミニ、ミニ、多分ミニ。あー、やめて、やめて。俺の足を引っ張らないで。お願い。やめて、あー、やめて。ちょっと、おい、わかった、わかった。もういい、もういいから、もうゴースもそんならビッグにしよう。全員ビッグに行こう。みんな大好きおじいちゃん。頼む、ビッグ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 。お前一人で、お前ミニを取るなよ。ミニ一人決めすんなよ。やばいこれ。これやばい。持ってかれた、これ持ってかれたな。マジでマジで巻き返せ巻き返せ。あー、やっぱそうだよな、すごかったもん、ゴース強かったもん。いや、すごい。いや、これね、負けても悔いがないよ。しょうがねえ、うまかったもん、うまかったよね。この楽器マジで終わった後バトル挑もうぜ、この子供に。ちょっとお兄ちゃんとポケモンバトルしないかい。コンテストもいいが、ポケモンバトルもどうだろう。だが見ろ、俺のヒマナッツ見ろ、このヒマナッツ、別のヒマナッツもできてるね、もはや。あ、これ1位じゃない、陰でヒマナッツが2匹いるの。綿毛置いたのに綿毛無視されてる。本当は綿毛があったんです、左側に。ただ審査員に持ってかれました、綿毛。綿毛置いといたのに俺。受けてくれ、受けてくれ。見ろ、レディーガガ。一人下げてください。はい、作られてます。もう完全に人工物。あんま変わんねえな。は？は？お前、え？全然受けてないんだけど、もう100レベなんですけど。この暇なって100レベなんですけど。見てください。実体のない。はは？減ったんだけど、ハート。さっき3だったじゃん。さっき俺の指示してくれてた人1人減ったんだけど。帰った、俺のファン。とんがってっから、超とんがってんじゃん、もうシルエットから。見てこの高さ、ほんとお前らのセンスどうかしてるわ。なんだそれ。さあ、今回のテーマは何かな。まあテーマなんて関係ないんですけど、俺は俺を表現する。テーマが俺に合わせろ。しっかりしたものなら OK、 任せろ。すげえしっかりしたもの作ってやるよ。これはもうポケモンじゃない。お前らのせいだすわ。お前らがは俺に正当な評価を下さなかった結果こうなっちゃったんだからな。お前ら一人のトレーナー狂わせた、後悔しろ。何のポケモンだこれは、何のポケモンだこれは。お、ハートが1個増えた。ハート1個増えたぞ。お、見ろこのシルエット、レッグーザ。
もう一回だけやらせて。もうこれで負けたらもう終わり終わり、本当に。いやー優勝する、これで優勝する、マジで。色付きのものね、オッケー、任せろ。見ろ、お前らが、お前らが散々評価を正当に下さなかった結果生まれた悲しきモンスターの姿を見ろ。これはお前たちが生み出したんだ。見ろこの姿、悪くない悪くない、3なら悪くない、最悪2の時あったから。ダンス完璧にいくよ。やべ、ちょっと待った、酔いが、ちょっと待って、やばい、ちょっと待ってダメだ、酒が回ってな、逃げてくれ、逃げろ逃げろピーナッツ、逃げろピーナッツ、一緒に逃げよう、無理だ、このまま最終決戦をこのまま最終決戦向かっても勝てない。見ろ地獄のステップ、誰もできない。ほら、やばい、ごめんよ、これ辞退できないの。逃げたい、逃げ出したい、待ってくれよ、まだ俺は捨ててねえぞ、まだ俺諦めてねえな。これ夏希と下がんないよな、ピーナッツ恩返し使わないと、明日ピーナッツの恩返しないと勝てないんだけど、ピーナッツこれで俺に夏希と下がんのやめてくれよマジでな、頼むぞ、ほんと逆恨みだからな、それ頼むから夏希とだけ下がんのやめて。さあ結果が楽しみだな、バグんねえかな、ここでバグんねえかな、なんかもうビジュアルとか度外視でやってくんないかな急にごめんピーナッツ、ごめん、悪気はなかった悪気はなかったんだよ悪気はなかった、マジで。ぶち切れてるかもしんない、ごめんな。アズマを勝っちゃいけないんで、今はダメ、40分は武力値、40分は別のところで振らないといけない、ね、動画あいつらのフレアドライブが非常に怖いので、ね、やてかマジでいいタイミングでポケレスかかってくれたもんだよね、武力値めっちゃ振りやすいわ。95なら仮に例えば冷やし水だけ集中的にやられたってなっても100レベル到達するまでにバッファーが5あるから、それぐらい持っておいてもいいと思うんだよね。100になっちゃったらだって不思議な、本当に無用の教物になるって、いきなりうわ、56発ね、いっそ自爆してくれ。おお、すげえ、音声認識にもほどがあるな、え、耐えるよね、さすがに93レベルなら耐えるよね、耐える耐える耐えるよね。これで一発で落ちたら明日ほんと先が思いやられるわ。五郎さん、はい、五郎さん、ダブルバー、例えばゴールカップ強くなれるんだよ、弱いやつらでも。綺麗事を言うつもりはない、弱いやつは弱いなりに努力した結果がここにあるんだ。よし、最後の1つ目で、よし、これで冷やしんすの努力値は確実に振り終わったはず。どうよ上がり方、はお前はもう最高だ。いや、なんだそれ、お前もう本当、ちょっともう泣かせないでくれよ。ウパーも応援しています、ウパーも応援しています、同じ譲渡出身として。鼻が高いウパー、お前は譲渡の中でも一番弱かったのに鼻が高いウパー、鼻はないんだけどな、グラフィック上は言っていますね、ウパーが。あと3ウパー、どうする俺、明日二日酔いでまともに喋れなかったら、うわ頭痛い、頭痛い、電動入りしちゃったみたいになったら最悪な終わり方だよ。動画になるんだよ、動画にしなきゃいけないんだよ、どんな終わり方しても。終わらせに行きます、終わらせに行かないと逆の意味で終わってしまう。現実のタイムリミットが迫ってんだよ、現実でのタイムリミットの方が怖すぎる、最悪なのその終わり方。ここまで来てさ全部借りました終わりですって、最悪じゃん。それだけは絶対嫌なのでちゃんと終わらせます。見てろよニコニコ動画のパート1に失踪不可避って書いたやつ覚えてろよ。もしシリーズ終了後に咲いたらおまけで進化する、ああそうだね、もし咲いたらそうするよ、もし咲いたらそうするよ。今日は終わります。
おそらく一番死にやすいのは、やはり、レモンです。ポジションがレモンです。レモンです。ありがとうございます。ちょっとね、見てくれた人は、いかなかったら、本当に言うんだから。スカンプ、お前まで。いや別にお前はそんな思い入れないわ。なんかお前もなんかよくいるような漫画とかの最終回でさ、ほぼ今まで出てきてないのに俺たちの仲間の友情の勝利だなみたいな顔してチームに加わってくるやつ。お前なんかお前銀河団の手下として攻撃してきたイメージしかないけど、なんかやってくれてたのか。実は縁の下で支えてくれてたのかもしれないな。お兄ちゃんお前は出てこないでくれ。お前に関しては本当になんかもうない、何もない。明日お前の親玉倒しに行くからな。俺は今からもう夜中もう何時間もかけてお前の親玉を倒す作戦を考えるから。知らないぞ。震えて眠れ。よし来た。暇なっつだな。暇なっつな上がり方だな。新王ナウ。さてやってまいりました新王で今起こってる様々な情報をお知らせしちゃう新王ナウの時間です。最初の最先端新王情報はこちら。こんにちは。グループ発見のコーナーがやってきました。興味に来たのはマサさんも入っているひまわりというグループ。ちょっと待って、俺そんなグループ入ってないんだけど。あそこにいるのがマサさんですね。グループ活動がすごく楽しそうです。自分の居場所を見つけたって感じの笑顔ですね。このグループ、私の独断と偏見で言うならエスパータイプって感じ。どういうこと？お金がさ、今めちゃめちゃ余ってるのよ。そのお金でコイン買いまくって技マシンも揃えておこう。多分明日四天王のさ、四天王の途中で俺技編成とか変えるから、おそらく。とりあえず100ずつ買っとくか。もう86でいける。いや、姫路の実大量生産できないよ。木の実が育つのに32時間かかるんだよ。32時間かかるから間に合わないんだよ、実が育つまでに。そうなんだよね。メザパなんか状況に応じては使うかもしれないから、メザパの技マシン1個は持っておきたい。で、恩返しも持っておきたい。光の壁守る11個、光の壁3個、自分の弓11個守る、OK。 いやでもこれ買っとくわ。なんかもう明日はすぐ対戦に移りたい、気分的に。剣の舞、剣の舞はいるか。身代わり買う。 OK、 完璧完璧だよ。もうこれ以上ない、これ以上はない。みんなここ覚えてる？俺はめちゃめちゃ覚えてるよ。プーティンが一匹になっちゃって、みんなおめよ。ここでコイキングをひたすら勝って、今日も釣っていこうか。ほんとここ3日ぐらいかけた。ここで毎日朝起きてコイキング釣って、手は釣り竿を投げている。なんとかここでレベルを17まで上げて、黒金炭鉱まで命からがらパラーン道場に移動して、でそこで一つぶていっぱい倒して、でようやく一つぶて厚尾の道場まで行ってっていう。まあ明日は楽しみにしといてくれよ。集大成を見せてやるわ。改めてこの最終回に来るまでこうやって見続けてくれてありがとうございました。マジで1回でクリアします。マジで1回でクリアします。まあ、あとは今から俺がどれだけ分析できるかだな。はい、というわけで今からちょっとお勉強します。見てくれてありがとうございました。明日楽しみにしていてください。終わります。じゃあね、バイバイ、おやすみ。よし、行くぞ行くぞ。一発で勝ちに行きます。後ろそこに来る前に先生のトラよーし来た。あーやばいかも、ちょっとやばいかも。頼れないんだよ、向こうの火力が高すぎて落とされる。オッケー、ここまで来て、はい、作戦が相手の攻撃を避けなくちゃいけない。よしよし、いける。今度は生地の頭突きで落ちるわけね。あと一旦、あと一旦、耐えろよ、耐えろよ。あーよー、リフレクターはダメだ。リフレクターはダメだ。リフレクターはやめろ。本当それ以外にしろ。